こんにちは。ドコモのホームルーター、ホーム 5G HR01、 こちらをフリーマで買いました。今回はこのドコモルーターで楽天モバイルの SIM を挿していろいろやってみます。開封しましょう。箱の中身はこちらが全て。簡単セットアップマニュアル。このルーター、ドコモ製品だしシャープ製なので、当然ね、日本語で丁寧に書かれています。注意事項の紙と保証書と書いています。 LAN ケーブル、ごっつい AC アダプター、そしてホームルーター HR01 本体。色はダークグレー。他にカラーバリがあるかどうかは分かりません。サイズ感はホームルーターらしく結構大きめですね。以前に紹介したピクセラのホームルーター RT100 と比べるとこのような違いがあります。ピクセラの場合は左右幅が広くて前後幅が狭い感じなんですが、ドコモのホームルーターはもう真四角。あと重量がね、かなりずっしりきますね。ピクセラは大きさの割にはかなり軽くてね、全然重量感が違います。本体各部見ていきましょう。まず正面、ここに 5G、4G のランプ、アンテナのランプ、ステータスランプ、ドコモ 5G のロゴがあって、本体向かって右側は何もありません。左側も何もありません。背面は WPS ボタンとリブートボタン、LANポートと電源用の DC ジャック。本体上面は何もありません。本体の底面に 2.4GHz 帯と 5GHz 帯の SSID とパスワード、あと設定ページのログインパスワードもここに書かれています。ここにリセット用の穴がありまして、ここが SIM カードスロットになっています。ナノ SIM と書いています。開けてみましょう。左側が SIM カードスロット、右側が Type C ポートになっています。この Type C ポート、取説を見るとね、使用しませんと書いていました。SIM カードスロットのカバー開けたんで、ついでに楽天の SIM を挿しておきましょう。電源入れていきましょう。電源入れると、ステータスランプが点灯しました。今度ランプがチカチカチカと移動するようになりましたね。まずは HR01 をね、Wi-Fi でスマホと接続していきます。本体の底面のここにね、初回 Wi-Fi 接続用の QR コードがあります。この QR コードをスマホで読ませていきますね。とりあえずスマホのモバイルネットワーク切っておきましょうかね。で、Wi-Fi をオン。これで QR コードを読ませて、読み取りが成功するとこのように表示されるので、接続。デバイスに接続されました、インターネットにアクセスできませんということで、今つながるのはつながったけどネットはできない状態になっています。ブラウザを開いてもこのサイトにアクセスできませんということで、全く通信ができていない状況です。ホームルーターの設定を変更して楽天で使えるようにします。設定画面入るときに、ここのアンテナピクトマークのところのインジケーターが赤点滅しているのを確認します。ホームルーターの底にある QR コード、左側のね、詳細設定用と書かれているところ、こちらの QR コードをまたスマホで読み取ります。読み込みできたら開くを押して、設定ページに入りました。今度ログインをしていきます。ログインをタップして、本体の底面に書かれているここ、初回ログインパスワード、これを入力していきます。入力したのでログイン。パスワードの変更を求められるので、そのまま OK を押して、上の項目に先ほど入れた初回ログインパスワード、下の2つの項目に新しいパスワードを入力しました。ここのパスワード、アルファベットの大文字、小文字、そしてアラビア数字と記号を1つ以上混ぜないとダメなようになっていました。適用。パスワードを更新しました。再度ログインしてくださいということで OK。もう一度ログインを押して、パスワードを入力してログイン。はい、設定画面にログインしました。ここから楽天用の APN 設定を行います。ここの3本線を押して、設定かな?モバイルネットワーク設定が出てきました。ここをタップ。APN プロファイル設定をタップ。ドコモの端末なんで当たり前なんですが、今現在はドコモの APN SP モードが入っています。ここで新規を押して、プロファイル名は任意のもので構いません。今回は楽天としました。APN、ここを一言一句間違わないように入力していく必要があります。半角小文字で楽天 .jp。それ以外は何も入れる必要はないと思います。一応認証方式のところをオートというのがあったのでオートにしておきましょうか。これで保存を押して、はい、適用しましたということで OK。
すると SP モードの下に今作った楽天の APN ができました。こいつに切り替えるので、ここにチェックを入れて、で適用、なんか警告のようなものが出ましたが気にせず OK。 APN 変更したらね、ここのランプが3つとも点灯しました。 5G、4G のところが緑色、ここが青色点灯すると 5G を掴んでるんですが、緑だと 4G です。アンテナマークのところ青色に点灯、青色が電波最強ということで、黄色になると電波強度が中、赤だと弱いということになっています。ステータスも現在青色に光っていますが、青色に光っているのが正常ということになっています。正しく通信できているかスピードテストを開いてみましょう。はい、楽天と表示されましたね。スタート、ピンが54ミリ秒、ダウンロード 55.8 メガ、アップロード 53.7 メガ、なかなかいい速度が出てるんじゃないでしょうか。ちなみに今掴んでいる Wi-Fi の電波は 2.4GHz 帯です。 5GHz 帯にもつないでみましょう。 SSID 一覧に 5GHz 帯のものも出てきました。こいつを選んで、今度は本体の底にあるパスワードを手入力していきましょう。パスワード入れたら接続、はい、ちゃんと 5GHz 帯になっています。これでもう一度スピードテストしてみましょう。スタート、ピンが51ミリ秒、ダウンロードが105メガ、アップロード 44.6 メガ、かなりいい結果ですね。今度はパソコンと LAN ケーブルで有線接続してみましょう。パソコンの Wi-Fi を止めて、ホームルーターに LAN ケーブルを差し込んで、ブラウザを開いてみると、はい、正常に有線で通信できています。ではでは、有線 LAN に接続したパソコンでスピードテストをしてみます。スタート。ピン 45ミリ秒、ダウンロード 103.44 メガ、アップロード 55.51 メガ。ダウンロードとアップロードはさっきスマホで測った 5GHz 帯の速度と大きくは変わりません。ただここのピンが 45ミリ秒で数字が小さくなりました。ここの数字が小さいほど反応速度が速いということになります。ゲームなんかをする場合はここのピン速度が結構重要だったりします。パソコンで設定ページに入るときは、先ほどスマホで読み取ったQR コードの下に http://web.setting/ となっているので、アドレスバーに web.setting/、 これでエンターを押してみましょう。あ、やっぱり入れましたね。これでログインを押して、先ほど変更したログインパスワードを入れていきます。これがパソコン版のログインページですね。僕はやっぱりパソコン版の方が設定しやすいかな。ついでに SSID とパスワードも自分好みのものに変更しましょうか。設定、Wi-Fi 設定、基本設定かな？ありました。まずは 2.4GHz 帯の設定を変えていきましょう。変更できたら適用。ここを変更すると Wi-Fi が一度切れますと表示されました。今回僕はパソコンと LAN ケーブルで繋いでるんで大丈夫なんですが、 Wi-Fi 接続している人は新しい SSID と新しいパスワードで再接続する必要があります。5GHz 帯の方は気象レーダーとの電波干渉を確認していますという文言が出てきました。気象レーダーが同じような電波使ってるんでね、それを避けるためです。大丈夫ということで更新されました。この気象レーダーに干渉する電波は W53 と56っていう電波だったと思うんで、これを掴まない設定もできるんでしょうか。詳細設定開いてみましょう。ありましたね、 Wi-Fi バンド選択、ここの53と56のチェックを外してみましょう。W53、56 を外しました。これで多分気象レーダーに干渉うんたらかんたらっていう文言は出なくなるんじゃないでしょうか。ちなみにこの機種は SSID の A と B の2つがあって、僕の場合は SSID A を 5GHz 帯、 SSID B を 2.4GHz 帯としました。 HR01 の仕様で、今映している設定ページに入りたい場合は SSID A の方で入る必要があります。今回の場合だと 2.4GHz 帯の SSID B の方では設定ページに入れないということですね。 5GHz 帯につながったのでスピードテストをしてみましょう。スタート、ピン 61ミリ秒、ダウンロード 118.19 メガ、アップロード 55.38 メガ、かなり早いです。ただやっぱり有線と比べてピンの速度が微妙にね、長くなっています。今度パソコンで 2.4GHz 帯に切り替えました。スピード見てみましょう。スタート、
ピン 61mm、ダウンロード 90.48MB、アップロード 54.34MB、かなりいい数字。2.4GHz 帯でこれだけ出ると不満も少ないんじゃないでしょうか。いかがでした？ドコモのホームルーター HR01、楽天モバイルでめちゃめちゃいい感じで使えますよね。では最後に HR01 の対応バンドについて簡単にお話ししておきましょうか。このルーター、ドコモから出てるだけあって、当然ですがドコモに最適化されています。ドコモの 4G、LTE の主要なバンドは当然としてドコモの 5G。確かミリ波はダメだったと思うんですけど、サブロックの 5G がつかめて、3G 回線はつかめないようになっています。5G が N78 と N79、4G LTE がバンド1、3、19、21、28、42。この中で楽天が使えるのはバンド3だけです。なので現在楽天の au 回線を利用したパートナー回線エリア、バンド18および26のエリアの方は使い物にならないんですが、バンド3が届くエリアの方は楽天でもいい感じで使えるんじゃないでしょうか。ただ楽天自前のプラチナバンド、そちらがバンド28なんですよね。 HR01 もバンド28対応なので、楽天のプラチナバンドが始まった時にはそちらも掴めるようになる可能性が非常に高いと思うので、将来的なことを考えると HR01 はかなり有用性高いっすよね。もう一つ、 5G 回線についてなんですが、楽天のサブロック 5G バンドが N77 なんですけど、実は N78 も内包されているんですよね。だから楽天の 5G N78 エリア内の人だったら HR01 で掴めるという話も聞いたことがあります。僕の家は楽天の 5G エリアじゃないんでちょっと検証できませんけどね。都市部の方だったらひょっとしたら 5G 掴めるかもしれません。もし楽天 5G エリアど真ん中の人だとね、このルーターがあれば光回線なくても大丈夫かもしれませんよね。あと HR01 の Wi-Fi バンドについてなんですが、 Wi-Fi6、 いわゆる 11AX、 そちらが使えるからね、 Wi-Fi6 対応している端末をお持ちの方だったら爆速で通信できるんでね、そういう面でもかなりいいルーターじゃないでしょうか。値段の方なんですが、ドコモ HR01 かなりお手頃でフリマなんかで売られています。僕は5500円ぐらいで買ったんですが、だいたい5000円から7000円ぐらいで出品されているものが多いです。ピクセル RT100 もまあいいルーターっちゃいいルーターなんですが、中古でも結構いい値段するので、 HR01 はコスパもかなりいいんで、楽天モバイルを固定用途で使おうと考えてる方は非常におすすめできるルーターなんじゃないでしょうか。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。Wondering how I got to be so beautiful and gender savvy. Well, the secret is my 3-step routine. By the end of this video, you'll be fit to talk about gender. Sex.